ブライアン・クリストファー・ジェロロマンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、サファーン出身の野球選手、右ト左打。MLB ・ワシントン・ナショナルズ参加所属。2006年、MLB ドラフト6巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され契約。A-9 オーバーンダブルデイズで45試合に出場し、21打点、打率、241だった。2007年は、 A 級ダニーデンブルージェイズで100試合に出場し、3本塁打39打点、打率、259だった。2008年は、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレー。71試合に出場し、6本塁打31打点、打率、270だった。7月に、トリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格。25試合に出場し、5打点、打率。 200だった。2010年は A 級ニューハンプシャーでプレー。81試合に出場し、7本塁打33打点、打率、261だった。8月にトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ昇格。7試合に出場した。11月19日に40人枠入りを果たした。2011年はトリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、79試合に、 出場。日本塁打26打点3盗塁打率240だった。8月23日にメジャー初昇格を果たしたが出場のないままシーズンを終えた。11月18日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍したが11月21日にディーフとなり11月23日にウェーバーでフルス・ブルージェイズへ復帰。12月8日に ディーフとなり、12月12日に、トリプル A 級ラスベガスへ降格した。2012年は、A 級ニューハンプシャー、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズ、A 級ダニーデンでプレー11月6日に、FA となった。2012年12月19日に、クリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。2013年3月29日に、金銭トレードで、 ピッツバーグパイレーツへ移籍した。トリプル A 級インディアナポリスインディアンスで11試合に出場した。2013年5月17日にトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。トリプル A 級シラキュースで30試合に出場し、7打点、打率、221だった。9月4日のエリーシー・ウルブズ戦で、ランナーのブランドン・ダグラスが本塁へ突入した際に、ジェロロマンと衝突。 顎が切れ、脳震盪の状態を確認するためにも2日間入院した。11月5日に FA となったが12月13日にナショナルズとマイナー契約で再契約した。ありがとうございます。